ちょガチでうまそうなバーガー作ろうぜ。あ、身の内に考えさせるバーガーやるか。え、じゃ肉系な、この4個肉系で、これ野菜系で、これがそのだけ。肉、一番下は肉系か野菜かその他にしよう。魚入れちゃおう最初から。一番下は7 6 5 4 3 2 1。一番下は肉な、肉系。これ時間かかるんだよ。どの肉ですか。牛、魚選んでないから牛、豚、鳥のどれか。牛肉ね。ちなみに肉系はその他に入ってるやつは使わない。肉、牛の中だと10 9 8 7 6 2 1。パーティーになりました。重量40か60か。5 4。一番下はパーティー60決定。二段目肉系か魚かサラダ系かその他系か。3 2 1 0。サラダ系になりましたね。これいっぱいあるんだよな。レタス、ピクルス、トマト、玉ねぎ、キュウリ。草どれ。3 2 1 0。レタス。ああ、そのままかソテー。そのまま一番上。でも前これ同じことやったことあるんだよ。民主主義バーガー作った時ボロボロだったぞ。3 2 1。その他系がめんどくせえな。その他の中だとまあ肉系、乳卵系、豆系、あとツナしかないな。5 4 3 2 1。乳卵系、卵がチーズしかないんだよね。どっち、卵チーズ。卵ね。卵をグリルか茹でるか。普通すぎる。でも民主主義で前失敗したから、これで失敗したのか。卵どうする、茹でる。前どうだったっけ、ゆでるかグリルか。10 9 8 7 6。グリル、卵をグリル。4 3 2 1。見た目的にこうだよ。あ、うまそうだな。で、大したらこのソースですね。デミサウザンケチャ180円、デミグラス。シーズニングめんどくせえ、どうしよう。誰、どうせ塩コショウだろ。コショウ買ったことすんだ。え、塩コショウ、塩コショウだよね。うん、ちげえよ。
違う派がいるんだけど、でも塩コショウだったんだろこれは。民主主義、みんなはこれが食べたいと思ってる、みんなはこのバーガーが食べたいって思ってる、平均的なのはこれだから。バーガーが入らないとダメだよ。値段はどうする？280。280より上。5、4、3、2、1、0。310。あ、320が入ってなかった。まあいいやろ。おお、これはいいじゃないか。これは俺を助けてくれそう。300だな。オッケー。民主主義バーガー300。スーパー民主バーガー。このバーガーはあまりヒットしそうにないバーガーだと思いますって笑顔で言われました。頼むぜ。でも今まで言われてたからそんなの。俺スーパーミッシュバーガーを、なでしこジャパンはゴミ。これセット崩れてないかな。いや、こんだけ時間かかっといてさ、スーパーミッシュバーガー、うおー、一番売れてる。スーパーミッシュバーガーがトップ売り上げだ。67000。ビーガン圧殺バーガーを若干超えてる。素晴らしいな。いやー、民主主義の勝利だったな。でもあと43000ってマジかよ。こんだけやっといて、なんかセット壊れたりしないの？これなんか穴ないのか。うん、あ、一番売れてるやつをセットに食い込ませるか。命大爆発セットだとかさ、命大爆発セットを買いちゃう。悪い、ちょっと、ま、これ最後だから。2、3、4。おもちゃはいらない。おもちゃなし。ジュース系。5、4、3、2、1。炭酸系、はい。ドリンク。炭酸系はコーラか、ジンジャーエールか、コーラがジンジャーエールしかないんだけど、もうコーラだろどうせ。いや、わからない。ジンジャーエールかもしれない。コーラか、ジンジャーエール。お、並んでる。5。意外とジンジャーエール勝ってる。勝て、伸びてる。でもコーラですね、これは。5、4、3。コーラ。まあ、コーラでしょ。サイズ、L。5、4、3、2、1。ええな。サイドメニュー。10、9、8、7、6、5、4。はい、ポテトね。S。4、3。はい、ポテト M と。価格設定。300円と170円と240円で、10、9、640な。終わり。大丈夫、オッケー。10円値上げるだけでめんどくせえな、おい。640円だけ値上げるっていうミミッチさ。凡人の考えバーガー。凡人の、考えたバーガー、凡人の朝知恵セットにするか。おもちゃなんていらねえ。おもちゃがないもんな。
凡人の浅知恵セット。まあかかった割にはってところだけど、猫も食えバーガーの次ぐらいの普通ですね。まだマイナスなんですけど、どこで3万も上げればいいんだよ。これクソやばいぞ。これどこで3万も上げればいいの。1個作るのに100万かかるんだよ。一旦これで待ってみるか。一旦これちょっと待ってみよう。時は解決してくるかもしれない。よし、ゴールドミリダムキング、をそそらない。色が黄色すぎた。あー、なんでだよ。星3以上出ねえな。メダルフォレスト、カロリーは弱い。そりゃそうだろ、食べ残しが目立つ。キャベツ食えよ。食をそそらない。何が悪いか分かりません。スーパーミンシュバーガー、見た目はいいぞ、カロリーはいい。そこそこです。評価悪く悪くありません。いや、時間解決してくれる。俺はやることやるだけのことやっただろう。食材会社の方がいらっしゃった。あ、来たぞ。これが俺を救ってくれるかもしれない。何これ、何このゴミ。レバー、あー、レバーが来た、レバーが来たぞ。このレバーで一発逆転いくか。ミナーバーガーの柱になってくれ。だから、これあれだ、要するに鶏肉だろ、鶏肉のと鶏のレバーだよ。レバーは、あ、牛のレバーか。鶏のレバーだと思ってた。うまそう。レバーか。レバーか、難しいな。レバーか。ネギだろうな。まあ、レバーとネギまでは間違ってないと思わない？ニラか。なるほど。いや、ニンニクでしょこれ。ものすごい勢力つきそう。こっち来た。力を、筋肉バーガー作ろうぜ。筋肉。いや、豆腐か、あえて。で、高タンパクと、卵かな。卵。生にしてくれ。大豆か肉。いや、肉はレバーが入ってっから、まあ、大豆か豆腐行こうぜ。なんと、そのまま。いや、そのまままずいか。いや、茹でぐらいした方がいいかな。茹でると何、タンパク質が分、なんか壊れたりしない？大丈夫？唐揚げか、ソテー。煮よう。これだ。煮た豆腐の上にレバーとニンニクが乗っていて、マヨネーズでいただく。いや、いや、大丈夫。安心して。ほら、醤油かけるから、ほら、醤油かける。はい、安心した。醤油かけるから、醤油一滴。ドーピングバーガー、ゴリマッチョバーガー、筋肉、筋肉以外忘れろバーガー。320円で売るか、これ原価のまま売るか。筋肉以外忘れろ、安っぽい。おい、ふざけんな、筋肉はそんな安っぽいもんじゃねえだろ。安いとか高いとかじゃねえだろ、筋肉バーガーは。
こいつスーパースターになってくれ、頼む、レバー使ってんだぞ。キャベツクソだった、こいつ。ミルダムフォレストはもうリストラしよう。こい、頼む、頼む、来てくれ。筋肉痩せろ、こい、筋肉痩せろ、筋肉痩せろ、終わった。なんでだよ、100万返してくれ。